桃太郎会の新兵の一場面、桃太郎会の新兵は、日本の海軍省より、国策動画映画制作の命を受け1944年に、松竹動画研究所によって制作され、戦時下の1945年4月12日に、公開された長編アニメ映画でフィルムは休館。日本初の長編アニメ映画と言われることがある。漫画映画、桃太郎の海鷲の姉妹編である。 南方戦線のセルベス島、目などへの日本海軍の奇襲作戦を題材に、海軍陸戦隊落下山部隊の活躍を描き、当時の日本政府の大義であった、発行一宇とアジア解放を主題にした大作である。74分という当時の国産動画映画としては、長編作品であり、当時の日本政府、海軍より27万円という拒否と100名近い。 人員を投じて制作されたという。落下山部隊のシーンは一週間の体験入隊を行うなどして実際の動きを細かく分析、マルチプレイ園撮影台や投下校などの特殊効果も用いた大掛かりな制作であった。ミュージカル仕立ての場面があり、これは監督である瀬尾昴生が1940年にアメリカで公開された。 ディズニーの長編カラーアニメーション映画、ファンタジアを参考とし、たとえ繊維公用が目的であっても、ファンタジアのように子供たちに夢や希望を与える作品にしようとしたことや、姉妹編である、桃太郎の海鷲と同様に、日本が主導する、応答は共栄圏の下での平和への願いを、作品中に暗示させたことが大きく影響している。小畜動画研究所の制作スタジオは、東京、 銀座の歌舞伎座隣のビルに設けられ、一つのキャラクターに一人のアニメーターが、占住するという、今日では考えられないような、贅沢な作画体制が取られた。1943年3月に企画が立ち上がり、取材を経て制作が開始されたが、戦況は、次第に、悪化の一途をたどり、若いスタッフは次々と徴兵、徴用されて減っていった。その上、スタジオでは、 空襲警報が鳴るたびに、機材、動画などを持って地下へ避難し、警報解除後に、また作業を再開するなど、非常に困難な状況の連続で、一時は公開も危ぶまれたという。また、物資不足も深刻で、国作映画といえども制作に必要な資材の調達がままならなくなり、質の悪いザラガミの動画用紙は、利用が終わると決して新たな動画を描き、セルも、 絵の具を洗い落として再使用するなどの大変劣悪な制作環境の下、1944年12月に完成した。当初70名近くいたアニメーターは、完成時には15名ほどに減っていた。完成はしたものの、悲壮なシーンや軍機に触れると判断されるシーンなどに対して、海軍省からクレームがつき、指摘部分の修正に手間取った末、 ようやく翌1945年春に公開できたと、瀬尾は語っている。手塚治虫は1945年4月12日付の日記に映画を見た感想の文章と映画の一シーンの印象を絵で書き留めている。また後年にも、その感銘をたびたび語っている。敗戦後、フィルムは GHQ により戦意喪失目的で没収。 焼却されたと思われていたが、1982年に、小築の倉庫でネガが発見されて再び日の目を見ることとなり、新たに作られた映写用プリントは、国立近代美術館、フィルムセンターで背を招いて上映された。1984年、クモとチューリップとの二本立てで、小築系映画館などで一般公開された。1987年、 TBS の特別企画として本作が初めてテレビ放映され番組内で小木正弘の司会の下、瀬尾昴生と手塚治虫の対談が行われたオリジナルの前兆版では終盤の占領時にアメリカ製漫画映画のキャラクターにそっくりな敵兵が登場するシーンがあるが上記の一般再公開時のプリントからはカットされている再公開後 クモとチューリップを併録した VHS ビデオソフトが小畜から発売された。2016年第69回カンヌ国際映画祭のクラシック部門に出品され、同年7月23日よりデジタル修復版がユーロスペースなどで上映された。富士山の麓にある動物たちが住む村に海軍に出生していた猿、犬、キジク熊が休暇で帰ってくる。 思い思いに休暇を楽しむ彼らのうち、猿は弟を含む近所の子供たちから、海軍の仕事について聞かれると、航空兵であると語るが、それは嘘で、実際は、猿と犬、熊は極秘で編成された、海軍陸戦隊落下山部隊であった。やがて休暇が終わり、彼らは、海軍設営隊と現地民が協力して建設した飛行場におもき、現地民に日本語を教えるかたら、 桃太郎隊長と共に訓練に明け暮れる。やがて、かつて平和な島だったが、鬼の騙し討ちにより征服された鬼ヶ島への空挺作戦が発動される。友野隆史、望月忍部長、世界アニメーション映画誌には、桃太郎の海鷲が、日本初のアニメ映画と記載されている。豊田有常著日本 SF アニメ創世記このことに関して、高畑伊佐夫は、 以下のように論じている。広告を名手として推し進める共栄圏構想がアジア全域を欧米から解放し平和をもたらすものであらねばならぬ以上、我らに正義ありと小国民に信じさせ、彼らを構想達成に役立つ兵士に育てるべき漫画映画が善意に満ち明るく伸びやかであることは当然ではないか。 そしてこれこそが、鳥も直さず見事な繊維行為用なのではないか。ハット AB、手塚治虫に影響を与えた長編アニメ、桃太郎界の新兵7月に上映決定。映画ナタリー。https コロンスラッシュスラッシュナタリーミュースラッシュ映画スラッシュニューススラッシュ1914052016年6月20日閲覧。本来は、金太郎のキャラクターであり、気境シーンで、 金太郎に相撲で負ける人形を見て驚くシーンがある。ありがとうございます。